経済学とはどんな学問かということについての、えー、途中からの続きになります。えー、この一つ一つのスライドに、えー、KCN が1個紐付けられていますので、えー、うまく探してください。よろしくお願いします。それではですね、その価格がですね、今希少性を表しているということを説明したんですけれども、 そもそもそのね、希少性自体はそのどうやって決まるかってことなんですけど、やっぱり需要よりも供給がどれぐらいね、えー、多いかということで決まります。需要の方が供給よりも多ければ希少ですし、えー、供給より供給が十分にあればまあ希少性が少ないということで価格はつきません。 私たち毎日生きていく上で空気って絶対必要ですよね空気がなかったら死んじゃいますでもまあ一応供給がまだ十分にあるので、えー、空気にお金を払うっていうことはまだしなくていいんですねでも美しいおいしいお水を飲むためにはみんなお金を払っていますこのようにそのまず経済学において その需要と供給の関係で価格が決まるということ、そして価格は高ければ希少である。その資源が希少であるということを表しています。で、そもそも経済学がですね。その資源がすごく希少だから、その希少な資源をどうやって分配するかということをこう考えることにこうね。心を砕いてきました。 最近では、えーとですね、この希少性と価格の関係でびっくりする話で言えばですねマクロ経済学の授業ということを踏まえると原油価格がマイナスになったというびっくりする事件があります。えーとですね、この事件が起きたのは、まあ、アメリカの方で,です、ね、あの原油をまあ増産してちょっとこの そのアメリカの方で原油の今ですね増産したのにたまたまコロナの影響でみんなが車に乗らないのでえ原油の利用がまあもちろんガソリン等を通じた原油の利用が落ち込んでしまったとそしてえその原油を止めておくタンクがもうすぐいっぱいになってしまうということで。 もういっぱいになっちゃったら貯めておくところがなかったらもう生産してもしょうがないということで、えー、もうこれ以上原油を持ちたいと原油に投資をしたいと思う人がいないということでちょっと価格がマイナスになったということです。価格がマイナスになったととといいうここはゴミと同じ扱いってことですよね 原油が生産,、ね、生産されるまでというか、この地球の資源として蓄えられるまでには、大変な年月がかかっているのに、そしてそれを積み上げ、組み上げてくるのにも、すごくお金がかかっているのに、まあ テンポラリーというかまあね一時的に、えーまあ、その原油価格がマイナスになってしまったという大きな事件ですけど、まあ、これを見るだけでもやっぱり供給が十分に積み上がってしまうと社会的にすごく重要なものでもマイナスの価格がついてしまうんだということが分かります。えー、価格はでですね需要と供給で決まる ということを先ほど説明しました需要よりも供給がどのぐらい大きいかということが希少性というふうに呼ばれていまして、えー、希少ということは少ないということですから、えー、供給よりも需要が多ければ多いほど希少だということになりますまあなんかね宝石とかね、えー、そうですよねそれからブランド品もなんで高いかというとやっぱり手ず、例えば こうルイ・ヴィトンなんかの,あのカバンね大体 <laughs> いい革でもないのになんでそんな高いのって思うけどあれは全部一個一個ちゃんとした手作りで、えー、丁寧に作ってやってまあそういうね、まあ、人気っていうか。 それを持ってることでみんなが満足するようなな、ね、素敵なデザインになってるからっていうようなことになりますしエルメスなんかのこの、まあ、100万以上するようなカバンに至ってはそもそも店頭に並んでいなくってエルメスに通わないと買えないっていうようなことがあるから、えーまあ、つまり供給をですね驚くほどね絞っているから、ね、需要が常に供給よりも高いということになります。 それから亡くなってしまった方のものも生み出されない絶対に世の中に生み出されないようなものなんかでよく絵画とかも、ね、めちゃくちゃ高くなったりとかもしますよねフェルメールの絵画がねあのすごい高いとかそういう話ですえ最近ではです、ね、あの原油価格が逆にです、ね、社会的にね必要性が高いはずです。経済学が すごく大事にしているのはまず世の中では希少な資源をどうやって分配したら一番、ね、みんなが豊かになれるんだろうみんなが満足できるんだろうということを考えるのでそのことを考えるとこうね地球資源としてすごく重要なはずの原油価格がどうしてマイナスになってしまったんだろうと思いますけれども。 えー、今、ですねたまたまアメリカの方で、えー、ちょっと前から原油を増産することを決めていたところたまたまこのコロナの問題が生じてみんなが車に乗らなくなってしまいましてそれで原油がですね供給は、えー、そんな急にストップできないんですけれども需要が減ってしまったとするとたその供給ね えーまあ、要するに吸い上げてこう地下から汲み上げた原油を貯めておくタンクがいっぱいになってしまいそうだということで、えー、原油価格がマイナスになるというですね史上初めてのこのようにとにかくそのある意味あの気象その時の需要と供給を非常にこうよく表して気象性というものが価格を決めているということが分かります。 先ほど市場における価格が、ね、取引を介在して決まるっていうふうに説明しましたけれども、需要と供給のバランスで決まるんですよね。ところが、この、えー、と需要よりも供給が少ないときは、その資源は希少であるというふうに考えられます。が、逆に、 需要よりも供給がすごく多くあるという時は希少であるというふうに捉えられ,えられなくて価格が、えー、0円だったりあるいはマイナスになります。例えばえっ、ー、とですね空気っていうのは私たちないと生きていけないんですよね。だからえっ、ー、と1行目の方にですね経済学は 資源は希少である社会的に重要性が高いと考えるって書いてあるのに重要なのにえ価格は0円みたいな感じですけれどもそれは供給が十分にあるからですつまり希少という言葉の意味はちょっと教科書に書いてあるだけではなくてやはり需要と供給のバランスを、えー、表しています。 供給が多ければそんなに希少ではなく、えー、需要が多ければね供給よりも、えー、需要が多ければとても希少となります供給をすごく、えー、少なくすることで需要が高まっていて希少なことがありますそれは次の、ね、スライドで説明するマスクですねでそれに対して今社会的にね 必要な資源のはずの長期的に見たときにもとても貴重なはずの石油の価格が、えー、コロナの影響で需要が激減してしまってそしてですねその石油を貯めておくタンクがもういっぱいになってしまうということで、えー、アメリカのですね、まあ、あの石油のですね価格がマイナスになるというですね恐ろしいことが起きましたびっくりですねさあね そしてこの希少性と価格の解説が続きます。はい。えー、これもね、ブルーのスライドなので、まあ重要ですし、ちょっとね、えー、教科書にちょっとなかったりします。需要と供給が等しくなるように価格が決まる。これは、もう皆さん高校の時からね、知ってますよね。 あの需要曲線は価格が高い時には需要が少なくて価格が安くなると需要が増えるので右肩下がりです。供給は市場の価格が上がってくると企業は生産がしやすくなるから右肩上がりです。つまりある財の需要は 人々の財やサービスに対する評価と所得で決まりますね。みんながあの、まあ、いくら評価が高いものでもみんなが貧乏になってしまったら買えないから安くなってきます。だから、ある財の供給は生産にかかる費用とかそれから生産技術でも決まってきます。まあ、要するにコストで決まってきます。であのこういうね前提がある中で需要と供給が等しくなるように、ね。 需要したものが供給されるように決まりまりすでその需要に対して供給が少なければどうしてもねじゃあ,あのお金がある人からやっぱりねどうしても必要な人からそれを手に入れるっていうことで価格が最近ではですねやっぱりマスクマスクがですね一時期めちゃくちゃ高かったんですよね50万50万入りのやつが1万円とかね。 うんそれは高い。だって50枚で1万円ってことは、1枚200円ってことですよね。高い高い。ね。えー、とは言ってもですね、自分も本当にマスクがなくてすごく困ったので、えー、通信販売で買ったんですね。一箱買って、ちょっと安心しました。しかし、なかなかに高かったです。やっぱり1枚100円ぐらいしました。ね。えー、もうめっちゃ高くて、ね。 大事ですけども命には変えられないよと思って買ったんですよね。でこれはマスクが確かに今すごく必要だからっていうのもあるんですけどやっぱり足りないからですよね。でこれからですねあの日本の企業が生産をしてきますけれども日本で作るっていうことは人件費などが高いのでマスク1枚の費用は高くなりますしみんながめちゃめちゃ欲しいからね。だから、えー やっぱりね価格は希少性を表しているということですよね。はい、えー、価格が希少性を表しているということは分かったんですけれども、えー、私ね価格を払うということが犠牲を払うということだという言葉をよく使います。その意味はこの機械費用を払うからなんですね。 機械費用っていうのは実は目に見えないコストで私たちが日常的に払っているものです。みんな敬愛大学に来た時に、この敬愛以外の大学に入るとか、あるいは大学に来ないで働くという選択肢があったかもしれませんね。えー、それをですね、えー、もうたくさんのね、お金を払って、機械費用を払ってですね、 えー、ここへ来てくれたわけです。ありがとうえ,え、そして、えー、この授業をね、もしもうここまで聞いてらっしゃる方は、この私の授業をね、取ってくださったと思うんですけども、そうすると、八木先生の、えー、ね、経済理論を取る。 それから矢口先生の経済理論を取るというですね3つのチャンスがあったんですけどもその他のねこの2人の授業を取らないということでこの2人の経済理論を取るというチャンスを失ったわけです。ねねえ残念です、ねえー、いえあ,のありがとうございますね、えっと、とにかくこのようにですね何かを選んだ時に失っているものがあります。 それを機械費用と言います。ちょっと読みますね。機械費用とは、あるものを購入する、あることに時間を費やすなどの選択をした場合に、選択しなかったすべての選択肢のことを言うということなんです。ね、この特に時間の機械費用は、まあ、目に見えませんね。えー、例えば、今日もし、ね、何て言うのかな。 時間がねもしくは私のこの授業がこう普通にオンデマンドじゃなくて、えーま、これねもともとの授業多分水曜日か木曜日に設定されてたんですけれどもその時間にですね行われていてそのせいで例えばバイトに行けなくなったという時にはじゃあ90分働いたらバイトでいくら得られるのかなということで、えー、測定することもできますが皆さん 大体いいですねなんとねちょっと聞くとショックかもしれないんですけれども1つの講義あたりだいたいね3000円ぐらいかかってるんですよ。ね。 ですのでこのオンデマンドの授業も大体、まあ、2つないし3つのね、えー、ビデオで構成されることになるんですけど小テストを、まあ、解いたりとかですねいろんなこと込み込みで、まあ、1回あたりそうですね3000ぐらいの、ね、授業内容なんだと思ってくださいね、えー、それに見合うように私も頑張りますさてこのね そうなんです。だから皆さんがこの授業を選んだことで失ったものは何だろうって考えることで逆に、えー、この授業をですねあの一生懸命勉強してもらって、えー、それにね見合ったこの授業を取って他のものをね諦めた、えー、ことを、えー、取り戻してもらいたいなと思います、えー、実はですねあのー 02にちょっと戻って、ミクロ経済学とマクロ経済学というところに少し教科書戻ってるんですけど、今までですね説明したくてきたことが、ほとんどま実はミクロ経済学で重要な概念になります。ミクロ経済学というか、まミクロの私たちの行動原理が分かっていないと、マクロ全体のことは分かりませんけれども、ミクロ経済学とマクロ経済学はねすごく違う学問なんですね。 ミクロ経済学は私たちの行動原理を明らかにしますがマクロ経済学は全体のことを知ります。一国全体の経済の大きさとか成長、ね、経済の大き、ね、成長、そして振る舞いを知る学問です。それから最初に説明したように財政政策や金融政策といったですね、政府の政策が私その経済にどういう影響を与えるかといったですね、やはり大きな 挙手的なことを勉強します。えー、それはですね、来週から始めましょう。それではね、お疲れ様でした。ではですね、今日の文は KCN を、えー、にですね、概念を挙げておきますので、概念についてのおさらいが KCN で出ますので、えー、問題を解いておいてください。お願いします。 少し教科書を戻りますけれども、えー、ミクロ経済学とマクロ経済学について、えー、違いを説明します、えー。今まで説明してきた概念のほとんどは、えー、私たち一人一人の行動を決める、ね、行動原理を決めるときに、えー、すごく有用な概念でした。えー、機械費用とかインセンティブとかいったことですね。まあ、特に機械費用なんかは、 えー、ミクロ経済学そのものですねそして、えー、価格を通じて市場でですね、資源が分配されるということも勉強しましたねそれは、えー、やはりミクロ経済学の分野で、えー、学ぶことになりますではマクロ経済学って何を勉強するのかなってことなんですけど、えー、一国全体の経済の大きさとか成長とか振る舞いを知る学問です 最初に説明したように財政政策や金融政策が、えー、経済にどういう影響を与えるのかということを知る学問になりますので、えー、やはりかなり違う勉強になります。マクロ経済学の方が、えー、勉強したくて経済学部を選んだ人も多いんじゃないでしょうか。ねえー、それじゃあですね、えー、来週はマクロ経済学を勉強していきましょう。その際は 日本経済の姿をですね、実際に数字で追いながら勉強していくことになりますので、楽しみにしていてください。そして今日の文は、KCN 上で概念を知るというね、比較的簡単な問題を出しておきますので、解いておいてください。それではよろしくお願いします。はい、来週は第3部マクロ経済学からです。 えー、配信は5月14日を予定しています。教科書122ページから133ページです、えー。ちょっと飛んじゃいますけどね、えー、とマクロから勉強した方が、えーそうですね、皆さんの興味は満たされるかなと思います。本をもう買った方は予習として、えー、さっとこ,こ,このね文を読んでおいてください、えー。それからですね、わからないこと。 この授業をです、ねまあ、受けてもわからない方は KCN の方を使って Q&A で質問してください。えー、ちょっとですねすぐに回答できないことも多いんですけれども、えー、次の授業までには回答されます。でまたですね個別にお返しするということが本来であれば、えー、正しいやり方なんだと思うんですけれども、えー、例えば同じ質問をみんながしてきた場合ですね。えー、それから、えー 質問してくださった方が、大体ね、すごくいいことばかりです。あの 誰かがわからない、あなたがわからないことは、みんなもわからないことが多いんですね。なので、全員に対して、このまたね、スライドの中で回答されるということが多くなります。えー、質問の答えだけ、えーね、集めて、スライドにするっていうこともいいかもしれませんよね。えー、質問するのは、全然、あの、まあ、オンラインでできることなので、あまり遠慮しないでしてください。 はい、えー、いよいよね本格的な授業を始めてみましたがお疲れ様でした <laughs> 最後はですね、えー、かわいいワンちゃんでお別れしたいと思います、えー、ちょっとテッドみたいじゃないですかそれではまた